卓球 WTT シンガポールスマッシュ2024女子シングルス準々決勝15日シンガポール女子シングルス準々決勝が行われ世界ランク12位の伊藤美馬選手は同3位の中国大番行選手と対戦2月4日11から911から85の117の117の119から11 で敗れました伊藤選手は3回戦で平野美宇選手との同学年対決を制しベスト8入り。大番育選手は過去対戦成績2勝13敗で2019年の勝利を最後に5連敗中と難敵です。第1ゲーム、ロングサーブをフォアハンドで回り込む得点パターンを見せるなど序盤に6連続ポイント。 しかし徐々に詰められ96となると、早くも伊藤選手がタイムアウト。その後10から9と先にゲームポイントを握ると、強烈なフォアハンドで最初のゲームを選手します。第2ゲーム、開始早々にラリーを制すと、一気に5連続ポイント。しかし、粘りのラリーで大盤行く選手も6連続ポイントを奪うなど、88と接戦。 それでも相手のサーブを2本ポイントを奪うと、最後は強烈なフォアハンドで2ゲームを練習します。第3ゲームは1点、先にリードを許す展開。強打で相手を下げる伊藤選手の攻撃も目立ちますが、ミスも増えてゲームカウント2 1へ。さらに続く第4ゲームも序盤に5連続ポイントを許すなど、苦しい流れ。終盤3点差まで詰めますが、 ゲームカウント2にと追いつかれます。迎えた第5ゲームも意地と意地がぶつかり合う展開。ミスの少ないオーバンイク選手が4点のリードを奪いますが、伊藤選手が3連続ポイントを奪い、7、8と接近。このタイミングでオーバンイク選手がタイムアウトを取ります。次の得点は激しいラリーになりオーバンイク選手が得点。 このまま連続ポイントを奪われ、ゲームカウント2-3と崖っぷち。追い詰められた伊藤選手は、第6ゲーム中盤まで7-7と接戦。しかし相手のネットインなどもあり、リードを許すとゲームカウント2-4で逆転負け。中国の難敵撃破とはなりませんでした。